インターナショナルコミッティオンタクソノミー・オブ・バイラシーズは分類学的検知からウイルスの分類と命名法の認可を行っている組織である。日本語で使われる本組織名表記の事例としては国際ウイルス分類委員会または国際ウイルス命名委員会がある。エクトブはウイルスの普遍的な分類体系を開発し、生物に影響を与えるべてのウイルスのことを記述し、 命名して分類することを意図している。エクトブのメンバーはウイルス学者である。エクトブは国際微生物学連合のウイルス学部門から構成され管理されている。科の中の種の境界や限界等を確定するなどの詳細な作業については通常はその都がの専門家たちからなる研究グループによって行われている。国際的に合意されたウイルスの分類法を開発すること。 国際的に合意されたウイルスの分類群の学名を制定すること。ウイルスの分類及び命名法に関する決定についてウイルス学者に伝えるために会議を開催し報告書を公表すること。合意されたウイルスの分類群の学名の公式な作品を維持すること。現代社会におけるウイルスによる影響とその行動を研究すること。 エクトブのウイルス命名法の必須原則は、下記の通りエクトブの普遍的なウイルス分類体系は、標準的な分類学の体系にわずかに修正を、加えたバージョンを使用している。タクソン、モク、トガ、赤、属、種だけを認識する。ある種を、どの属に分類するかに関しては不明の状態であるが、トガの分類に関しては明確である場合、その種はそのトガで、 どの属にも属さない形で分類される。多くの分類群は階級なしの状態となっている。2005年時点で、エクトブの報告書で報告されていない3142の種をジェンバンクの延期配列データは同定している。同定されていないウイルス配列の数は、ウイルスの配列の分析率が劇的に増加するに、伴い増加していくと予想される。エクトブは、 1962年の設立以来、安定性を達成するのに非常に成功している。例えば、1980年代に認識された、すべての属及び以下は、2005年の例のように引き続き、使用されていた。新しい学名の作成、学名変更、及び分類群の創設及び分類の確定の提案は、 提案の形式に則っ,って、エクトブの実行委員会によって論議される。意思決定に先立ち、関連するすべてのエクトブ小委員会及び、研究グループと相談を行う。分類群の名称は、エクトブによって承認されるまで、公式の地位を与えられず、すでに承認された階級の分類群と関連性がある場合にのみ名称が受け入れられる。 他に分類群の適切な名称の提案がない場合、正式に承認可能な国際的学名が採択されるまで、公式の学名が未定のまま分類群は一時的に承認される可能性がある。種名は、できるだけ少ない数の単語で構成されなければならないが、ホスト名とウイルスという単語だけで構成されてはならない。種名は種の適切で明確な識別ができるもので、 なければならない。数字、文字、またはその両者の組み合わせは、そのような数字及び文字がすでに広範囲で使われている、地域でソエナとして使用できる、可能性がある。しかしながら、全く新規に作られたシリアル番号、または、文字の配列あるいはその組み合わせは、種のソエナとして単独では許容されない。以前から使われていた数字、または、文字のシリーズが存在する場合、 シリーズの継続を認めて、新しい種名として命名してもよい。ウイルス属は、宿主範囲及び毒性のみが異なるなど一部の特性の違いはあるが、いくつかの重要な特性を共有する関連性を持ったグループである。属名は、その設備時がウイルスで終わる一語でなければならない。新しい属の承認に関しては、タイプ種の承認を伴わなければならない。 赤は特定の共通特性を共有する属のグループである。分類群は複雑な階級の問題を解決する必要がある場合にのみ使用されるものとする。赤名は設備時がビリニーで終わる一語でなければならない。カワ属のグループから構成されていて、その属のグループが赤のグループに編成されているかどうかに関わらず、特定の共通特性を共有しているグループである。仮名は 設備時がビラデーで終わる一語でなければならない。目とは特定の共通特性を共有するとかのグループである。目名は設備時がビラーレスで終わる一語でなければならない。ウイルスの分類に関連する命名規則はサーブ、バイラルエージェンツに属するウイロイドにも適用される。ウイルスは一般に遺伝子としての拡散がタンパク質の 殻を被っているが、ウイロイドは、タンパク質の殻を持たない裸の RNA からなる。ウイロイドの分類群の公式の学名の5末は、種名には、ウイロイド名を付け、俗名の設備時を、ウイロイドとし、赤の分類群が必要な場合には赤名の設備時を、バイニーとし、加名の設備時を、バイレーとする。デトロトランスポゾンに関しては、ウイルスの分類及び、命名規則を適用される。 サテライトウイルスやプリオンはウイルスとして分類されていないが特定分野の作業者にとって有益なように任意の分類が割り当てられる。公式の分類学の表記規則ではウイルスの目とが赤および属の承認された学名がイタリック体で印字され名前の最初の文字を大文字で表す。種名はイタリック体で表記され最初の単語の最初の文字を大文字で表す。 固有名詞や固有名詞の一部でない限り他の単語は大文字を使わない。公式の表記規則では分類群の学名は分類群の用語に先行するものとする。エクトブはメタゲノムデータから組み立てられたゲノムが実際のウイルスそのものを表していることを認識し、ウイルスのメタゲノミクスの重要性を認めつつ古典的ウイルス学的アプローチを用いて ウイルスを分離しその特質を調べ上げるという手順に従ったこれまでの公式の分類についても奨励している。エクトブは1971年以来約10年に2回の頻度でウイルス分類学の報告書を発行している。第9回エクトブ報告書は2011年12月に発行された。その内容はエクトブのウェブサイトから自由に入手できるようになった。 2017年より始まる新しい取り組みとして、第10回エクトブ報告書は、エクトブのウェブサイトでオンラインで発行され、学名として審査を受けて承認されたものから個別の章にて更新され、自由にアクセスして自由に閲覧できるようになる。エクトブドブは、エクトブの分類学データベース必須の機能を目指して、開発された種と分離株のデータベースである。エクトブドブの開発は、 1991年以来、エクトブによってサポートされており、当初は分類学の研究支援のためであった。データベースは、他の特性の中でも、主に、科学特性、ゲノムのタイプ、拡散の複製、疾患、ベクター、地理的分布のファクターに基づいて、ウイルスを分類する。このデータベースは、米国国立科学財団の支援と、米国企業の アメリカンタイプカルチャーコレクションの講演を受けて、オーストラリア国立大学で開発された。オーストラリアの資料で開発された分類学のデータ交換の世界標準であるディスクリプションランゲージ法タクソノミー、デルタシステムの記述言語を使用している。デルタは幅広い多様なデータを保存し、伝統的な報告書やウェブ出版に適した言語に翻訳することができる。 例えば、エクトブドブ自体にゲノム配列情報は含まれていないが、デルタデータをネクサスのフォーマットに変換することができる。また、大きなデータ入力を扱うことができ、ウイルスのプロパティ、テキストコメント及びイメージの長いリストをコンパイルするのに適している。エクトブドブは、1999年にオーストラリア国立大学のメインサイトと英国と、 米国に拠点を置く二つのミラーサイトを合わせて1日、あたり3万以上のインターネットのヒットを受信していたという巨大な参照リソースと研究用ツールを持つほどのコンセプトと容量が大きく成長している。2011年、エクトブはエクトブドブプロジェクトとウェブサイトを中断することを決定した。サイトが提供している分類が古くなってきている状態が長年放置されてきて、 どのようにデータベースがどのようにに紹介及びエクトブドブのサイトにおける自然言語での出力をサポートする処理を行うかといった問題が生じ、サイトの情報の一部が不正確であることが明らかになった後にこの決定はなされた。エクトブはこれらの問題を解決する最善の方法について議論を始めたが不正確な情報源の提供を続けるより更新とエラー修正を実施し、 その作業時間枠を十分に取るために、サイトをダウンさせるのが最善であると判断してからで、ある。2013年8月に、データベースは中断した。いくつかの見解によれば、エクトブは、個々のウイルスの主要なメタデータの保存先として、エクトブデータベースをパブリックデータベースに置き換え、その使用を促進し、エクトブ報告書の要約をそのデータベースに公開して、 オープンアクセスの状態にしている。ありがとうございます。